春はあけぼの、ようよう白くなりゆく山際。どうも、バナナオキでございます。本日は新年度のね、始まりということで、回転寿司のトリトンに行ってまいりました。最近のリールでも。本当にトリトンは美味しくてですね、非常にネタも大きくて、まあ、北大生はね、かなり行く方が多いんじゃないでしょうか。100円寿司とは違ってね、やはりネタが大きくて、非常に美味しいです。今回はこちらのトリトンに行ってまいりました。こちらしめ鯖でございます。非常にやはりネタも大きくてですね、シャレもしっかりしていて本当に美味しいので、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、ということで、この後ね、チャリでサイクリングして、で本当に川のせせりゆきがね、いいですよね。こちら、豊平川沿いのラブホテルでございます。そしてクレープ屋さんにね、行ってまいりました。このクレープ屋さんは非常に美味しくてですね、ぜひ皆さんに行ってほしいなと思います。ここで彼に一言いただきましょう。いや、やっぱここは僕が食べて育ってきたクレープですよね。焼け方来たな。それではまた会いましょう。ごきげんよう。